田空港にほど近いところにある JAL747 の格納庫。今回は JAL のフラッグシップである747がどのように整備されているのかを見てみることにしましょう。格納庫内では整備士の皆さんが大きなジャンボ機の点検に一生懸命です。まずは機体外部から見ていくことにしましょう。飛行機の正面、機首の先端部分はレドームと言います。このレドームの内部には気象レーダーなどのアンテナが見られます。その中でも最も大きな気象レーダーは雲の様子を調べるために使われます。機首と L1 ドアとのちょうど中間付近には尾灯管と向かい角計が見られます。尾灯管は大気速度を測るのに使われ、向かい角計は飛行機が風に対してどのような角度で進んでいるのかを測るのに使われます。機体2階席部分をアッパーデッキといい、アッパーデッキの上にはアンテナや衝突防止灯などが見られます。飛行機が飛ぶためにはなくてはならない翼、その中でも一番大きいのが主翼です。主翼にはスポイラー、エルロン、フラップ、ウィングレット、燃料タンクなど飛行するために必要なコントロール系統があります。主翼の下には4つのターボファンエンジンがあります。4つのターボファンエンジンがついていることから JAL747 は4発ジェット旅客機と呼ばれています。スポイラーはトレーディングエッジフラップ前方の各アッパーウィングサーフェスに6枚ずつあります。大きな抵抗を得て減速を行う、いわばスピードブレーキの役割のものです。フラップはテイクオフおよびランディング時にリフトを増加させ失速速度を低下させる役割のものです。ウィングレットは溶鉱比の増大を図り、空力性能の向上が目的で装着されています。続いて2階席前方に見えるのがパイロットが飛行機を操縦する場所、コクピットです。左が機長が座るキャプテンシート、右が副操縦士が座るコパイシートです。JAL747-400 のコクピットは6機のカラー CRT をメインに構成されています。ナビゲーション計器である PFD や ND を見ることができます。飛行機を操縦する操縦桿、またエンジンのパワーを調整するスラストレバーやフラップレバー、無線機なども見ることができます。大幅な作業の自動化と計器システムの統合化を施し、計器は13、スイッチは181、ライトは171と今までの飛行機よりも減少されました。このような近代的なシステムのおかげで現在では2名のクルーでの運航を可能としたとも言えます。